よしと頑張ってるみたいじゃない。頑張ってみたいじゃない。あれ、ミミさん、ミミさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はあなたに差し入れを持ってきたの。差し入れを持ってたの。あ、本当ですか。いや、本当ですか。やったー。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いつも頑張ってるから。ご褒美よ。わーい。わーい。ありがとうございます。あ。トトリから聞いたわよ。順調に腕を上げてみたいじゃない。順調に腕を上げてみたいじゃない。はい、自分なりに頑張ってます、はい、自分なりに頑張ってます。お母さんみたいな錬金術師になりたいのもあるけど、お母さんみたいな錬金術師になりたいのもあるけど、いつかいつかトトリさんのお手伝いができるように、ミミさんと約束しましたからね。いつかトトリさんのお手伝いができるようにミミさんと約束しますからね。そう、それならいいわ。それはいいわ。あのね、あのね、今日ここに来たのは、今日ここに来たのはあなたに言っていきたいことがあったからなの。ん？ルルは？ルルは？あなたには才能があるわ。あなたには才能があるわ。それこそ、それこそ、ロロナさんやトトリにも並ぶくらいの、ロロナさんやトトリに並ぶくらいの。だから。だから。これからも精一杯走り続けなさい。そうすればきっとあなたの才能は花開くから。ミミさん、ミミさん、言いたかったのはそれだけよ。言いたかったのはそれだけよ。ちょっと恥ずかしくなっちゃった。ちょっと恥ずかしくなっちゃった。ミミさん、ミミさん、私絶対に頑張りますからね。絶対に頑張りますからね。しかし、しかし今日のミミちゃんは素直だね。トトリ、いつからいたの？もちろん最初からだよ。ルルアちゃんが珍しい材料を分けてくれるって言うから。そうなんですよ。そうなんですよ。ミミさん、見てください。じゃあ、ヨアトリフな。どうしてあなたがそれを、どうしてあなたがそれを。行商人のお姉さんと協力して、ヨアトリフの栽培に成功したんですよ。ルルアちゃん、すごいことだよ。やっぱりルルアちゃんに才能があるね。ミミちゃんもそう思うでしょ。もう、もう、もう、このキノコ、このエビオンに会っちゃいけないのよ。ミミちゃんが怒った。ミミちゃんが怒った。ルルアちゃん、逃げよう。はい。こら待て、ルルア。キュアトリフを差し出しなさい。せっかくの材料なのから、もっとね、いいことに使いなさいよ、このおまかー。超おまかやな。これがブアトルフか。手にを。手に入れた材料じゃなくて、これでいいか、これ使えばいいか。何を作ろうかな。これが作れるかな。これが、これ作れる。足りない。よし、出かけよう。あ、ちょ、ごめんなさいね。これ壊れてる方のね、あのコントローラーした。ちょっと壊れてる方の。やーやー、ルルアちゃん。ごきげんよう。
ゆいさん、アレンジでニラしたんですか？うん、うん、なんて言ったってアーランドは冒険者の制度が作られた町。すごい冒険者が多いからね。ここなら、ここならすごい冒険者手帳、 冒険者手帳も。あ、あ、ルルガちゃん、こんにちは。あれ、すごい冒険者が多いからね。多いからね。ここならすごい冒険者手帳も。うわ、タタリさん、トトロさん、こんにちは。イエレチェさん、エッチェさん、こちらは？トトリさん、そう、あの、イエルチェです。イエルチェさん、イエルチェちゃん、イエルチェさん、ご丁寧にご丁寧にどうも。トトリアフェルモルトです。トトリアフェルモルトです。すごい、すごい本物。あの、その、大変申し訳ないんですが、サインください。サイン？サイン？はい、はい、私のでよければ、私のでよければ。おや？おや？トトリ君にルラ君、トトリ君にルラ君、こんな道端で、こんな道端で一体で、ステリケンブルク、クレイン様。あ、イエルチさん、なんだ、なんだ、急に倒れたぞ、急に倒れたぞ。大丈夫なのか、大丈夫なのか。まさか、ステルクさんの顔が怖くすぎて。そんなはずなかろ、そんなはずはないぞ。おい、しっかり、おい、しっかり、気を確かに、気を確かに。すごい、すごい、アーランド、すごい、すごい人いっぱい、すごすぎる。多分ボーティーを置いて大丈夫です。その代わり、この手帳にサインを書いてあってください。イエルチェさん、イエルチェさん、お二人のごめんなさい、お願いします。ごめんなさい、お願いします。ファン、うん、ファンか、ファンか、やったー、やったー、サインがたくさん、嬉しい、嬉しい、幸せ、幸せ、ガク、倒れて、ほんま、さーて、どこに行こうかなー。あー、ちょっと待って、これ死んでるわ、よいしょっと、死んでる、ごめんね、ごめん、これ死んでるわ。さてと、これ死んでるわ。だからこれ死んでる。よし、出かけよう。あ、これ死んでるわ。死んでる、ちょっと。あ、死んでる。ねえねえ、どこに行くの？ホワイトの方のやつかな。ね、死んでる方に移ってしまったんですよね。壊れてるんですよ。本当すいません、壊れてる方に移っちゃった。まだね、動くのはいいんですけど、ね、LR？ よっしゃ、陸の上だが、この俺様に資格はない。ちょっと、もうちょっと、LR が死んでて、
って死んでるというか、まあ死んでるというか、まあどれ、あれここ塗ってなかったっけな、ここにあった？さあ、どこに向かうんだい？確認させて。こいつか、こいつかも。あれ？待って。ごめんね。何を作ろうかな。何が絡むんやって、これか、これか、行き先はあった。まああれ、ニコさん？手紙ですか？おー、ルルは。こいつのことはまだ内緒だ。こいつのことはまだ内緒だ。あ、それより、それよりお前に頼みたいもんがあんだよ。お前に頼みたいもんがあるよ。引き受けてくれるか？頼みたいもん？頼みたいもの？いいですけど。いいですけど。あ、そうか。そうか。女神像を作ってもらいたいんだ。女神像？女神像？それまたどうして？海賊はな、海賊はな、航海の無事を祈って、海戦の選手に女神像をつけるんだ。で、監修としてだ、監修としてだ、その女神像は一番頼りにしてるやつを作ってもらうんだよ。監修としてその女神像を一番頼りにしてるやつに作ってもらうんだよ。新しい船に乗った時、俺の船につける女神像をお前に頼みたいんだ。お前に頼みたいんだ。やってくれるか、やってくれるか、ルルは。なるほど、なるほど、そういうことなら喜んで、そういうことなら喜んで。ご利益たっぷりの女神像を作ってやるんだね。そいつはありがてえ、そいつはありがてえ、よろしく頼んだぜ、よろしく頼んだぜ。女神像を作ってくれて、さあて、どこに行こうか。おい、そうだったんだ。女神像を作ってくれということで、さて、どこに行こうかな。すげえなんか出るけど、まあ、さあれ、あ、こっちもなんかあんまりとか、どこに行こうかな。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。じゃあこっちに用がある。こっちに売ってなかった。いかんいかん、これ気が緩んでしまったようだ。しゃあ、張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。あ、そう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 、アーランドに戻りたい。
アールか。アーランドに、アーランドに潜って、食堂に行きたい、食堂に。さて、どこに行こうかな。ヒエルチェさんだ。ヒエルチェさんだ。ヒエルチェさん。ごめんなさい。ごめんなさい。いきなりどうしたんですか。いきなりどうしたんですか。何か謝れることありましたっけ。うん。あ、うん。ほら、この前の靴の、トトリさんとステリクさんに会った時さ、私思いっきり気絶しちゃったでしょ。あなた。最後までもらってくれたみたいじゃない。本当にごめん。そしてありがとう。そのことですか。そのことですか。いいんですよ、全然。ルルワちゃんは優しいね。優しさが心に染みるよ。実は私ね、冒険者の中でも、特にあの二人のファンなんだ。え、そうだったんですか。うん、そりゃもう、トトリさんといえば伝説の冒険者イテナの娘、母の消息をたどり、タトリ、タトリで試した英雄的な錬金術師。そしてステルクさんは今のかな、今頃は最強の剣士、冒険者制度を掲げながら支えた栄活でもあるの。実はこの体験もステルクさんに憧れて使うようになったんだよね。というわけで二人は私のレジェンドなんだ。サインもらえてよかったな。サインもらえてよかったな。とっても嬉しそう。とっても嬉しそう。お役に立ててよかったです。うん、いやー、なんかすごいね。とんでもない冒険者がゴロゴロしてるよ。この調子で、この調子でお兄ちゃんにも会えればいいんだけどね。重くなったな。あー、ちょっと暗くなっちゃった。ちょっと暗くなっちゃった。これはサインのお礼だよ。サインのお礼だよ。それじゃ、私はサイン集めに行ってくる。サイン集めに行ってくる。ルアちゃん、またね。イエルチェさん、何をもらったんだ俺は。行き先はと、まあ、とりあえずどこ行きたいかっていうと、ここかな。ここにあのこれだ、これでいい、これが欲しいんだよ。行き先はとで。この調子で、この調子でお兄ちゃんにも会えればいいんだけどね。イエルチェさん、イエルチェさん、すごく寂しそうだったな。やっぱり兄弟が離れ離れなんてよくないよ。でも探したってすぐには見つからないだろうし、すぐには見つからないだろうし、せめて、せめて少しでもお手伝いができれば。そうだそうだ、会いたい人と会えるおまじないみたいな道具なんとかして作れないかな。おまじない、そんな道具があってる。出来上がり、この道具を作れればきっといつか、よし、イエルチェさんのために頑張って調合してみよう。頑張って調合してみよう。そんな道具があったら俺はもうすぐさま使うけど。そうだったんだ。はい、おう、あ、肉か、肉切れたのか。まあもらったやつはちゃんと保存食に入れておきましょう。何を作ろうかな。
これかな。これ作れと。ビビッとくるのは。うん、いい感じ。おりゃダメか。うん、いい感じ。うん、いい感じ。これでいいかな。どれがいいかな。これでいいかな。ビビッとくるのはこんな感じで大丈夫。これでいいか。これでいいかな。ここがポイント。うん、それいける、いける、できた。特性はどれにしよう。これで、はい、おしまい。何を作ろうかな。これが作れるようになったんですけど、これがどこにあったか忘れたの。どれがいいかな。何を作ろうかな。これだろうか。ビビッとくるのは。じゃあ炎にしようか。こんな感じで大丈夫。これで平気。ここがポイント。せーの、ぐるぐる混ぜて完成。特性はどれにしよう。こん、はい、おしまい。何を作ろうかな。なんか炎に作れるやつとか。どれがいいかな。ああ、でも火が枯れる。これでいいかな。これで平気。隠し味は。ああ、こっちかこっちか、どうしようかな。でもこれがするとこれになるから、ぐるぐる混ぜて、まあ、になるからな。どの特性がいいかな。これで、はい、一段落。何を作ろうかな。そろそろ解読。お、解読。よいしょっと。解読まで。まとめて。これでバッチリ。解読マンでした。何を作ろうかな。あ、これが足らんて。そう、足らんもんがいっぱいあるわね。行き先はあった。面白いこと言うんじゃねえよ。さて、どこに行こうかな。行き先はあった。ねえねえ、どこに行くの。なんだか昔を思い出すな。欲しいものがあるところが、
こうか。ルルアちゃん、とっておきの手品があるよ。トーン。お？どっち？またい？行くの？あれ？あれ？また。行きなくね？ねえねえ、どこに行くの？なんだか昔を思い出すな。ここだよ。師匠、この材料なんですけど、結構珍しそうじゃないですか？どれどれ。うん、確かにかなりのレアものね。さすが。ここや。どちら。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。この辺のやつ買っておいた方がいいんですよ。ねえねえ、どこに行くの？なんだか昔を思い出すな。よし、出かけよう。あ、しまった。そう、じゃあこれが一旦に行ったらさ、何を作ろうかな。行ってね。これはまだ作れないということですね。これとこれと、これどう違うんですか？これどう違うの？どれがいいかな。これか。これやね。これを。うん、いい感じ。うまくいってるね。こんな感じで大丈夫？これでいいかな？これで平気？ここがポイント。はい、これ。こんな感じで大丈夫？これで平気？ぐるぐる混ぜて。完成。どの特性がいいかな？おお、こんな感じ。次が、これか。どれがいいかな。どれじゃなく、なんとかなるなる。多分
あれ？これってビビッとくるのは、ビビッとくるのは、ビビッとくるのは、うん、びっくりしよう。おっぱい、待って、これもらうの嫌やし、嫌なので水にします。こんな感じで大丈夫？これで平気。隠し味はせーの、ぐるぐる混ぜて、できた。どれにしようかな。これでいいかな。わあ、一段落。調合なったかも。何を作ろうかな。これ何？あ、インゴット白黒なんちゃらで、どれを作ろうか。これインゴットくるのは、うまくいってるね、うまくいってるね。こんな感じで大丈夫？これで平気？ここがポイント。せーの、アイム。これでいいかな。これでぐるぐる混ぜて、できた。特性はどれにしよう。あ、これインゴットってあれじゃない？はい、おしまい。いや、何を作ろう。どれを作ろうか。これでいいかな。これで平気？これじゃなくて、やっぱかよ。ビビッとくるのはこれでいいかな。これでいいかな。隠し味は、これでいいか。これで平気。いけるいける。おお、できた。これ何？あ、これでいいか。はい、おしまい。これあれや。何を作ろうかな。これ、あ、切れないよこれ。これね、どれがいいかな。これでいいかな。ビビッとくるのはこんな感じで、どれがいいか。これでいいかな。どれがいいかな。どれがいいかな。これをこれでいい。ビビッとくるのは、ね、こんな感じで大丈夫？ビビッとくるのは、完全に作れませんね。行き先はっと、行き先はっと、うん、よし、出かけよう。
どこに向かうんだい？でも、ともかくあれは取れたかな。よし、出かけよう。まあ。はい。行き先はと。何を作ろうかな。さーて、どこに行こうかな。準備はオッケー。さ、頑張っていきましょう。さーて、どこに行こうかな。さーて、どこに行こうかな。お願いがあるんだが。お願いがあるんだが。うん、いいけど。うん、いいけど。どんなこと？どんなこと？そのな。そのな。おいしいお菓子を食べたいんだ。おいしいお菓子を食べたいんだ。これなんだが。これなんだが。うん、うん。お。これなら作れるよ。これなら作れるよ。けど。けど、マーナからお願いなんて珍しいね。マーナからお願いって珍しいね。マーナからお願いって珍しいね。町中で噂になっているのを聞いてしまってな。噂になってるのを聞いてしまってな。自分で言うのもなんだが、自分で言うのもなんだが、私は大体のことを自分でどうにかできる。自分で、うん、どうにかできる。だが、お菓子作りはダメだ。こういうのは私には向いてない。こういうのは私は向いてない。私は作るより壊す方が得意だからな。私も食べるの専門なのだ。お菓子も食べるの先般なのだ。そうなんだ。そうなんだ。そういうことなら、そういうことなら受け倒りました。受け倒りました。とびっきり美味しいお菓子を作ってくるから楽しみに待っててね。楽しみに待っててね。まだえ、あ、期待しているの。期待してるとるわ。あいいっすよ。行き先はと。ちょっと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 寄らないで、寄らないで、食われてる。寄らないで。行き先はと。寄らないで、食われてんですよこれ。行き先はと。どれを作ろうか。あれ。あれ、な、何を作れて。さてと、今の予定は、まあな、あー、なるほど。はい、やっていきましょう。ブラックホワイトからですね。今回は、考えをまとめて、
これでバッチリ。お、なんか。オーケー。割と解読完了。あー、これか。一見の。よし、解読完了。これでスティアの風、直せるはず。これでスティアの風、直せるはず。解読完了。これでスティアの風、直せるはず。まあ、本当にありがとね。本当にありがとね、ルルは。私なんかのために。なんかじゃないよ。なんかじゃないよ。だってもう、スティアは私のかけがえのない人だから。スティアは私のかけがえのない人だから。すぐに道具を作って、すぐに道具を作って、スティアの風を直すからね。待ってね、スティア。うん。うん。よし。よし。それじゃあ材料を集めるからだね。じゃあ材料を集めるからだね。でも困ったな。この材料どこにあるんだろう。どんな材料なんだ。どんな材料なんだ。魚か肉か。それとも野菜。それとも野菜。食べ物じゃないですよ。王国の羽。王国ってどこかで聞いたことあるよ。風国ってどこかで聞いたことあるような風国の羽か。風国の羽。それってまさか。ウィンストーネの羽。ウィントストーネの羽。そっか。ウィンストーネとの。フィントストーネ？あの大きな鳥の羽ですか？どうしよう。飛べばいいの？飛べば。いや、さすがに飛ぶのは無理だろう。さすがに飛ぶのは無理だろう。ウィントチャレってなんちゃらって鳥なんだろう？だったらどっかに巣があるさ。どっかに巣があるんだ。そこを探して羽を無視しちゃえばいいだけさ。それはそうかもしれないですけど、それはそうかもしれないですけど、ビントストーネの住処なんて。私心当たりあるかも。心当たりあるかも。え、本当？どこどこ？どこなの？お母さん。前にステルクさんが住んでたんだ。確か寒いところだって聞いたことあるんだけど。ごめん。ステルクさんに聞いた方が確実かも。ステルクさんにか。ありがとうお母さん。よし。じゃあやることは決まったね。やることは決まったね。ステルクさんは多分アーランドにいるはず。よし。急いで話を聞きに行こう。その前に、皆さん。どれを作ろっか。どこだこれ。何これ。前か前。よいしょっと。何を作ろうかな。これは作れるんですけれども、これが作れるようになったんで、どれがいいかな。こんな感じで大丈夫。ビビッとくるのはあー、これでいいか。こんな感じで大丈夫。これで平気。ここがポイント。こんな感じで大丈夫。これでいいかな。
ぐるぐる混ぜて、できた。特性はどれにしよう。はい、おしまい。調合うまくなったかも。よし。あ、ルルアちゃん、ルルアちゃん、いいことを教えてあげましょう。いいところを教えてあげましょう。あのね、おお、なるほど、なるほど、そんなことが、そんなことがしっかり覚えておきなさい。しっかり覚えておきなさい。はい、はい、わかりました。わかりました。さーて、どこに行こうかな。どれを作ろうか。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだがな。アステルグさん、こっちじゃなかったか。こっちこっちこっち。ステルグさん？違うな。ん？そういえば。そういえば。そろそろドンケル入った。そうそう、ほんと。まあ、どこに咲いてるかわかんない。さーて、行かない、行ってないけど、どこに行こうかな。ステルクさん、ステルクさん、ん、君たちか。君たちか。どうしたんだ。どうしたんだ。ちょっと聞きたいことがあって。ちょっと聞きたいことがあって。ステルクさん、ステルクさん、前にピンクストーンについて調べてましたよね。うん。ああ。確かにその通りだな。確かにその通りだな。どうしてまた。どうしてまた。私。私。ピンクストーンの羽が欲しいんです。スティアを。友達を直すために。だからステルクさん。もしご存知なら、私に住むあるかを教えてくれませんか。なるほど。なるほど。うん。うん、そういうことか。そういうことか。ビントストーネはとても強力なものだ。強力なものだ。ありとあらゆるものを、あらゆるその翼で投げ払ってしまう。うん、その強さで投げ払ってしまう。その危険さゆえに、その危険さゆえに、警備団でも手出しはできず、警備団でも手出しはできず、監視の対象に監視の対象に留めているだけだ。ているだけ。屈強な戦士が束になってかかっても、太刀打ちできるかはわからない。屈強な戦士が束にかかって、束にかかっても太刀打ちできるかはわからない。そのような相手、そのような鳥でも、君は本当に挑むというのか。そのような鳥でも君は本当に挑むというのか。もちろんです。もちろんです。私は絶対にスキアを助けたいんです。スティアのためなら私、何だってします。どんな強いものだって戦ってみせる。だからお願いします。ステルさん、やれ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 。言い出すと聞かないのは、言い出すと聞かないのは母親譲りか。シュテルコーチ、ステルコーチ、あの険しい雪山の頂上にビントストーネがいる。ステルコーチ、あの険しい山の頂上、ビントステオネがいる。ステルコーチ、ステルコーチですね。わかりました。ありがとうございます、ステルクさん。よし、そうとなれば今すぐ出航。待ちたまえ、待ちたまえ、私も同行しよう。私も同行しよう。え、いいんですか。いいんですか。ステルクさん、お仕事が忙しいんじゃ。私には優秀な部下たちがいる。彼らに任せておけば何も心配もいないだろう。それに、それに、ストリコーチには少々因縁があってな。相手は相手なこともあるし、私もついていく。いいな。いいな。
もちろんです。もちろんです。セリフさんがいてくれた作品好きですよ。うん、そうだね。そうだね。ルルアちゃん、セリフさんのことはどんどん時使っていいからね。私が駆け出しの頃、私が駆け出しがすごい高い用紙を取ったんだから、その分を返してくれないと。君はまだ根に持ってる。今まだ根に持って、その話は済んだはずだろう。済んでません。済んでませんねよ。ルルアちゃん、ルルアちゃん、ステルコーチといわず、いろんなところに失礼ましちゃうね。ステルコーチといわず、いろんなところに失礼ます。はい、よろしくお願いしますね、ステルクさん。おい、君たち、おい、君たち、待て。おい、君たち、待て。まったく、まったく、先が思いやられるな。おお、やったぜ。やったぜ、このおっさん。ゲットしたぞ、お前。何これ？あ、ハートゼロじゃん。あ、ハートいっぱい、10、100。100。おーおーおー、あ、そっか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 。ならこいつ入れようか。うん、なるほど。じゃあまあ大体このままでいいんじゃないかなって思ってます。よし、出かけよう。よし、出かけよう。あー、聞いて。これ100やろ、これ100や、これ100やったっけ、これ100やんな。だからこれとこれも100やろ。これを行こうかな。はい、出かけよう。名前読むのやめてくんない？目的地はどこだ？俺フーゴやけどさ、どこでも同じだから。疲れんな。何気ないところにこそ可憐な花は咲いているものさ。ちょっとこれ、ほら、ほら、よっ、こいしょ。これは調合に使えそう。何のだ。あ、こいつおるじゃん。コキめっちゃ使っていいって言われたから行きなさい。使い回しも買うかなと思いますよ。いた、世話の焼ける。弾けなさい。
結構効くよ。はい、それで何融合。それえ行きなさい。水平さんの好み結構効くよ。さあ力を込めて。ああ私たちの勝ち。あんま暇な結構見たことないよね。何気ないところにこそ可憐な花は咲いているものさ。せーの。ああ。なしの。あれこれ情報に一味加えるだよね。はてさてどう使おうか。目的地はどこだ。さてさてどこを進もうか。ルルアちゃん決めてちょうだいな。ねえねえ、まあ、どこに行くの。なんだか昔を思い。ここがしてるコーチ。ここがしとりコーチ。ブラッシュ。ブラッシュ。さすがにこの格好できたのは後悔しまな。後悔しまな。何か羽織るものでもあればいいんですけど。いや平気だ。いや平気だ。我慢する。それよりそれよりスティーヤが心配だな。ピシュン。スティーヤ大丈夫？いや大丈夫？すごい熱。すごい熱。大丈夫よ。大丈夫よ。だって。だってもうすぐルルアのが直してくれるもの。スティア、スティア、ルルアちゃん、ルルアちゃん、期待に応えないと。期待に応えないとね。もちろん。もちろん。ビントストーネの花、なんとか手にして入れないと。ビントストーネの巣は、高地の一番奥にある。道中の魔物には気をつけろよ。気をつけろよ。言われなくても分かってるさ。分かってるさ。さ、行くぞ。さ、行くぞ。あれ？あれ？オレルどうしたの？オレルどうしたの？なんかピリピリしてるような。ピリピリしてるような。気のせいだ。気のせいだ。ほら、ほら。グズグズしてると置いてくぞ。グズグズしてると置いてくぞ。お、待ってよ。待ってよ。行こう、スティア。うん。背中の傷がうずく。では。解読できそうな予感。さあ、解読しに帰り。帰るか一応。今日は何が見つかるかな。帰るか。ね。完了。うん、これでバッチリ。行き先はっと。はい。